ユークトバニア派遣オーシア軍総司令官ハウエル将軍も敵国の浜辺へ上陸し、そこに総司令部を構えた。ユークにおける全権を大統領から委任されたと公言するハウエル将軍は次のように宣言した。我々は進撃し、ユークトバニア首都を陥落させるまでこの戦いの矛を収めないであろう。オーシア首都オーレット、ここにはまだ戦いの空気は及んでおらず、平和の香りに満ち満ちている。それは我々じゃありません。我々が駆けつけた時にはすでに。そうです、無線で聞こえたところでは第8492飛行隊という部隊が。8492、君たちの説明はそればかりか。我が軍にはそんな部隊番号を持つ飛行隊は存在しないのだよ。つっ、何だってんだ。緊急事態が発生した。ユークトバニア本国侵攻に手を割いているため稼働機が足りない。致し方なく君らにも出動してもらうしかないんだがね、撃墜王の諸君。どちらの任務を選ぶかね。そう、首都を襲った事態は一つではないんだ。君らに代わってこれで決めてみよう。ユークトバニア軍の特殊コマンド部隊とみられるグループが化学兵器を用いたテロを実行した。攻撃を受けたのはこのオーレットの南に位置するバーナ学園都市だ。現在市街地の数箇所から立ち上る混合神経ガスの煙が確認されている。航空機による中和剤の殺布を直ちに行わねばならない。中和剤の投下が可能な機体を首都管区空軍司令部が特別に用意する。上空からガスの煙を視認して中和剤を投下。市街地に広がるガスを中和せよ。途中以下、無線での信号を置いて前線から報告が入る。
チャーリーイレブン、東岸地区のガスが消えた。空軍の戦闘機に感謝。早くガスを全部消してしまわないと。こちらベーカーソル、西岸地区のガスオーケーだ。こちらも空軍の戦闘機に感謝。指揮本部了解。他の地域も全員クリアになった。まったくもって空軍の戦闘機に感謝だ。作戦失敗だ。ガスは全て中和された。ケナン班より被害部隊へ増援のヘリオフ。ゲームを取らせてすまない。あ、ちょっと待て。BC 兵器を用いたテロリストがトラックで逃走している。パトロールカーは全車急行せよ。了解。犯人は22号線を南下中。おい、警察に行こうぜ。こちらベーカーソブン、22号線に出た。了解。あー、空軍の兵隊さん、すまないが、うちの警官は戦争に関しては素人だ。上から手助けしてもらえないだろうか。こちら韓国空軍司令部、それが必要か。あんたらさえ MP を差し向けてくれりゃ済むんだが。ルーカーセブン、トラックを発見した。空港が敵コマンドに攻撃を受けている。なんてこった。ということでこちらも手一杯だ。ウォドック、地元警察への協力を命じる。感謝する。さっきの聞きました。空港も同時に襲われたと言っています。チャーリーイレブン、こちらもトラックを見つけたらグレネードを撃ち込まれた。まだの郵便ポストは大破、負傷者なし。その間に逃げられちまった。了解。空軍の兵隊さん、上からテロリストのトラックを探し出してくれ。逃がさんでくれよ。やめだ、任せとけ。ちょっと待て、戦闘機から銃撃とかはしなくていいからな。ちょっとだけでもダメ。ダメ、頼むよ。おい、聞いたか隊長、撃っちゃダメだってよ。分かっている、冗談だよ。少しでも車体を軽くしろ。チャーリーイレブン、何かお前の車が消えたぞ。何かあったのか。ダルム通りの地下駐車場内だ。手前に回り込めると思う。落ち着け。どこ走っているのか分かってるのか。新しい情報です。現在アピート国際空港内でニュークトバニア所属とみられる。チャーリーイレブン、コースを外れてどこに行くんだ。こちらチャーリーイレブン、近道のハッサール公園内を行く。おい、憩いの場を壊すつもりだ。現在アビート国際空港からは激しい爆発音と銃声が響いています。軍関係者さんによりますと、今回の事態はニュークによるテロの見方が強い。犯人のトラックを発見。チクショー、撃ってきやがった。チャーリーイレブン、退避しろ。安心しな、ベイカーセブン、撃ちまくって足止めしてやる。エドルフィン、アビート国際空港への合流は可能だ。難しい状況だ。空港は敵に包囲されている。待ってろ、今そっちに向かってる。急行中のヘリ、敵が突撃だ。停止しろ。了解、スナイバー班、低空で接近する。くっそ、犯人に接近できないぞ。場所はマービン橋だ。追跡中の全車両はマービン橋に急行せよ。該当地域一帯を完全封鎖だ。急げ。こちら韓国空軍司令部。
空を襲撃中の敵がヘリコプターをそちらに差し向けた。警戒せよ。見えてるよ、もう先に。こちらはベターソン、周囲に動きつつあるな。ヘリコプターだ。ありゃ戦闘ヘリだぞ。こっちだ、届けない。戦闘機、ヘリを撃ち落としてくれ。待ってました。中和剤の殺菌により混合神経ガスの被害を最小限に食い止めることができた。現在判明しているだけで死傷者数は300人に上ると報告されている。なお同時刻に発生したアピート国際空港占拠事件に関しては一時的に空港施設内までの侵入を許したものの、継続的支援が断たれたことにより24時間後に占拠部隊は壊滅した。オーシア首都近辺の平和までも脅かすユークトバニア軍を是が非でも屈服させなくてはならない。諸君を再びユークトバニア本土攻略の前線へ送り返す。諸君がその身の潔白を、その戦いぶりをもって示すことを望む。隊長、俺はドイツで上がるんだ。隊長、どの機体にすればいいですか？この編成で出撃ですね。オードク、出撃。
射ではなく破壊タイミングだよな。やっぱりそうだ。すまない、もう大丈夫だ。カーテン、ポーアー。10秒。カーテン、ポーアー。Come on.
ターゲット破壊確認。作戦終了した。起動せよ。終わったぜ。作戦終了。帰りましょう。流せ。え？もう少し気合の入った声で言うべきセリフだぜ。それは帰れるんだろ今日も。ユークトバニアの兵器生産施設は壊滅し、輸送機による搬出を控えていた兵器も完全に破壊された。本作戦によりその他数々の新兵器生産プロジェクトに打撃を与えることにも成功した。ユークトバニアの兵器開発能力は今後オーシアに大きな遅れを取ることになるであろう。